さあぶちかませ。ドラに。シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけはカイトカードで9ノックやっていくってやつぜ。もうこれで終わってもいい。だからありったけよ。さあこれやっていくんだが、あのゴンとキルアの9ノック艦隊クリア動画のコメント欄で次はカイトでやってくださいってあったから、今回はカイトカンダでやっていくってやつよ。でこいつめちゃくちゃ強いんだけども、まあ9ノックがどうしてそもそも難しいかってとこを説明すると、まあ、大ダメージを受けてすぐにやられるっていうのもあるんだが、一番はボスを削りきれねえってとこなんだよ。で今回こいつは水属性だから、もうそれで本当に削りきれねえカウンターキラーもあるんだけど、でポイントは、まあ、勝敗を分けるポイントはよ、この SS どれだけ威力出せるか、そしてぬいぐるみを残してくれるのか残してくれないのか、そこなんだよな。 OK、 そんじゃアナミタマいつも通り右側に焼き印でステータス頼むぜ。たぎってたぎって仕方ねえんだ、ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃ確認してくれ。アジン、スピード型、反射&ゲージ、超アンチワープ、カウンターキラー。で、このクエストにはワープねえから全く意味がねえ、超アンチワープは。で、カウンターキラーは十分意味があるぜ、ボスにダメージを与えることができる。そしてゲージでアンチブロック、SS 弾短縮。で、アンチブロックはギミック対応。で、SS 弾短縮はもうボス戦で4回しか SS 使わねえから、まああんまり意味ねえかな。そして、ターン20プラス8のストライクショット、このサイレントワルツ。スピードとパワーがアップ&死神のワルツ、あ、これがサイレントワルツで画面上の敵を攻撃で、これでよ、まあ、ボスに大ダメージを与える、かつウサギ残してくれたらかなり強いというわけ、まあ、使ってみないとわからねえな。それはで友情コンボ衛星弾4とか副友情コンボスナイプマシンガンとかあるけど、9の国は友情もクソもねえから全く意味がねえ、発動しねえ、寂しいで、ラックすぎる友情コンボクリティカルっても発動しねえって言ってみたらだから、これが友情コンボクリティが出たらもう冷たい目で見てやろうぜ。もう本当に意味がねえから全くよ。で、HP が 23,054。まあ、平均的な重心化のいいぐらいのステータス、HP。で、攻撃力が 28,825。まあ、こう見るとやっぱカウンターキラー乗ってのって感じはあるな。もったいねえ。で、スピードが 409.07。これはまあ十分速いな。スピード型、もっとあってもいいんじゃない？スピード型なら。よし。契約完了。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。で、今これチャレンジ2回目。最初はちょっとバトル2で負けたわ。で、結構やばそう。かなり長い戦いになりそうだから、とりあえず最初に SS の威力見とこうじゃねえか。剣持ってるけどな。これでいいか。よっしゃ、ぶちかませ !SS、サイレントワルツ。さあ、とりあえずウサギの数値見たい。これは多分倒してしまうから。さあ、ぶちかませ。ドラに。いや、このパワー、残ってる、残るんかい。いや、これギリギリで、これ剣取って残るっつうことはこれ耐えるね、完璧に。で、あの威力だぜ、カウンターキラー乗ってね。あ、これいけるわ。え、これいける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 って、これ。え、じゃあなんとか頑張って、次のボス2で、ここはちゃんと削り切って頑張って、で、ボス2で、一回 SS を使って、ウサギを残しつつ、残りは時間なくて削って、ラストに SS を2発ぶち当てる。それでいけるんだね。お、いけるいけるいける。うわ、これ多分よ、2、3時間コースと思ったのに。いや、これ2回目でいけたらマジで嬉しいわ。で、案外削る。削る。さあ、次、2番目ですんだけど、これ、縦缶で左行ったりすると、あ、縦缶ここするとやばいよ。入れ番して、絶対ウサギ倒すから、横で行こうぜ。だってこれ今、入れ番してウサギ殴ったら一瞬で終わりだもんな。で、こういう時にマジで入れ番するから、ウサギに吸い込まれていくから、それはほんと、怖い怖い。つうか、剣どうしたこれ。剣めっちゃ楽な。まあ、でも OK、さっき、剣持っててもウサギ倒さねえことは分かったから全然大丈夫。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。ほんと、トーンの今の
まあ剣があったから勝ったとか言われたら嫌だからな。でこれ突破しなきゃならねえのよ。で弱点つかなきゃならねえが、おい、やったガイド。これもし倒しきれなかったらデスステップで負けるから。でこれ突破しなきゃならねえ理由は、次の 1P が SS 溜まるだろう。でこれぶちかますんだけど、これボスの上に弱点来たらめちゃくちゃ嬉しい。頼む。ドゥルルルうえ、よっしゃ、きっと。これで素浴びでカウンターキラーだよな、これ。オッケー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 。じゃあゲージ外して少しでも距離縮めて弱点つきまくる。これで大ダメージかつ SS でぶっ飛ばすぜ。行ってこい、サイレントワルス。カウンターが乗って、カウンターキラーが乗って、ドゥルルにぶちかわせ。ウサギは残るはず。オッケー、半端ねえ。ちょっと右行ってしまったがよ、行ってなかったらギリ倒しきれたか。まあ全然大丈夫大丈夫。あとこれここで突破することもできるが、かなり危険だよな、それは。全然時間待っても大丈夫。ターン待っても大丈夫だから。難しい横間で、レーダー触れないように回復しつつこの魔導士を倒すっていうのは結構難しいな。でもガイドあるから、全然大丈夫。さあ、ぶちかませ横間。あ、その一匹、ずらさないでよ。オッケーオッケー、挟まった挟まった。で、これ、プランとしては、あの4番目で突破。弱点が下に来ても右に来ても、まあ、いけるだろう。契約完了。うん、こう握ってウサギ倒すのは危険だよな、さすがに。これはおとなしくここで立て勘するべきか。さあ、じゃあ右。オッケー。これで突破。このパワー。いいんじゃない、いいんじゃない。あ、でもよ、待ってもよかったな。SS がすぐに撃てねえじゃねえか。おい、これ結構やべえ。なぜ俺はそれに気づかなかった。少しでも削っとく。まあ SS で雑魚処理はできるから、2連続で撃つと。え、左下3ターンだよな。4番で間に合うね、これ。間に合う間に合う。怖っ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 。どうしよう。これ上に行けるかな、上入れるかな。上入って少しでもダメージを稼いどく作戦でいくか。牙はもう光ってる部分が横幅だから。さあ行け。あっ、これは9のここをやり尽くした俺としては絶対にやっちゃいけないミス。マジでやっと SS を使える。優勝コンボクリティカルやらねえって。優勝コンボクリティカル大体そいつのターン発動するから、マジやめて。契約完了。でこれ多分よ、聖騎士倒しきれねえな SS が。で下倒せないとカウンターキラーとかの関係で、まあ別にキレ受けるかダメージ、カウンターキラー金なのか。まあいいや、とりあえずあの聖騎士左下ダメージ与えとくわ、怖いから。さあ行け、サイレントマルツ。いや、だ倒しきるんかい。よし、オッケー。あ、倒せるし、普通に倒したな。契約完了。さあ SS をぶちかましてって思ったけど、これ削りきれねえよな。じゃあ普通にもう一周待った方がいいじゃねえか。面白え、これは面白えわ。これ負けたら結構めんどくせえけど、こういう状況なら SS 打った方が絶対面白えじゃねえか。これでウサギぶっ壊してよ、楽しいバトルにしようじゃねえか。さあ行ってこい、サイレントワルツ。この削り具合なら確実に残るな。さあ怒りモードと戦おうじゃねえか。ドゥルルリ、さあぶちかませ。オッケー、やっぱり残った。さあ怒れ怒れ。でこれ次よ、上弱拾えなかったら勝てる保証はねえ。このパワー、さあ頼む。ドゥルルした。仕方ねえ、
勝てるか分からないがぶちかませ。よっしゃ。いや、やっぱりこういう戦いが面白いよな。本当にやったぜ。契約完了。おめえらもお試しあれ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。